どうも皆さんこんばんは、ただいまご紹介に上がりました井本と申します。ミャンマービルマでは、少数民族武装勢力のみんなからゼロファイターと呼ばれています。車もゼロファイターなんですが、私自身もゼロファイターと呼ばれています。ニックネームですね。今日は短い間ですがどうぞよろしくお願いいたします。なぜ、私が今日今熊本にいるのか自分でもよく分かってないぐらい目が回ってるんですが、昨日の朝6時半に、10柱のインパール作戦に、参加なされた旧軍のご遺骨とともに、成田空港に着陸しました。帰国しました。着陸の振動を体で味わってですね、やっとご帰還なさった。これが39年ぶりのことになるそうなんですが、これから国の方も力を入れて、まだ4万5千柱と言われている多くの日本兵が、ほったらかし眠ったまんまになってますので、同じ日本人としてですね、また世界の反たる日本人としてですね、戦争の最後は、きれいにですね収めていく、そういう日本を世界に見せていければなというふうに思っています。昨日はなんだかんだでドタバタしておったんですが、今日熊本に来ましたのは後でお話しますが、お話を聞いてみれば なるほど今日熊本にいるっていうのがよくわかると思いますのでよろしくお願いいたします。私もともとはですね、ちっちゃい頃小学生の頃ですね、テレビ見てて、その頃も亡くなったおばあちゃんから、今の時代はよかねえと、何でもあるねと、私福岡の出身なんですね。昔は何もなかったとよって言われてですね、でその頃小学生の頃なんですが、テレビで、ベトナム戦争の映像を見ましてですね、私と同いぐらいの年の子が親とはぐれて泣いてるんですね。もう戦場で瓦礫ですね。おばあちゃんから今の時代何でもあると僕らは言われてきて育ってきたんですが、同い年で違う国でこんなに状況違うのかっていうのが強烈な印象で残ってるんですね。それから、高校時代普通に高校まで普通に行ったんですが、どうしても、国際貢献をしたいという志がありまして、特にアジアアフリカっていった発展途上国ですね、こういった国々へ行くためには、農業が一番いいだろうということで、最初の大学は東京農大だったんですね。入ってすぐですね、1年生の時から、日本の NGO、 いわゆる民間団体ですね、日本国際ボランティアセンターというのが東京にございます。略称 JVC って言ってますが、そこがですね、ちょうど1983年からアフリカのソマリアという国で、エチオピアから来た難民の定住農業プロジェクトをやるという話を聞きまして、そのまま頭を下げ行きまして、大学2年生の時からソマリアに行っちゃってですね、最初夏休み利用して行ったんですが、行ったら面白くてですね、そのまま1年ぐらい帰んなかったんですね。で大学4年間の間半分はずっとソマリアにいたんですけども、それが皮切りですね。でそのソマリアに、行った後、今度は、同じ NGO 日本国際ボランティアセンターに大学を出て報職しまして、今度はタイカンボジアの国境のカンボジア難民、このキャンプで技術学校の指導員として2年半ほどおりました。この間に、パリの和平がなり、日本ではちょうど PKO が騒がれてた頃なんですが、カンボジアのすべての難民が、タイ側の難民キャンプから全員本国に帰還するということで、難民キャンプを閉じ、最後の閉じ役だったんですね。それを閉じた後に、私の叔父、私もともとボンさんなんですね。今こんな格好してますけども、といってもお寺の子じゃないんですね。うちの親は普通の在家で、建築屋さんだったんですけども、私の母方のおばが、母方のおじが日蓮宗で僧侶しておりまして、そちらを頼る形で、出家しました。なんで出家したかって言いますと、第一の理由は、それまで10年以上 NGO っていうんですか、海外で国際貢献活動っていうのをやってきた結果ですね、ソマリアで目にしたことっていうのは、この世界はゲームだなと思ったんですね。と言いますのは、私がソマリアにいた頃に、当時の
モハメド・シアド・バレ政権っていうのに革命が起こって潰れるんです、倒れちゃうんですね。それを倒したのは実はアメリカなんですね。そしてアメリカはその後、僕らいたんですよ、その時にソマリアに、その革命をアメリカが起こして、起こして新政権ができるまで、の間、国連軍の名のもとにアメリカ軍が上陸してきたんですね。そして基地を作ったんですね、ソマリアに。そして、ソマリアに米軍が駐留してサウジアラビアを脅したんですね。そしてサウジアラビアに米軍基地を作らせて、その後湾岸戦争なんですね。そして石油の利権云々っていうのは全部取られてったんですね。なんだこういうのは超大国同士のゲームなんだと。そのおこぼれで僕らは国連の傘下っていう形で援助してましたけれども、全てはその中のゲームの一コマに過ぎないっていうのが見えてきたんですね。つまんねえなと。しかも NGO っていうのはですね、ノンガバメンタルオーガナイゼーションですね、非政府組織です、いわゆる民間ですね。ところが海外で活動してますとアメリカの NGO って言われるんですね、日本の NGO って言われるんですね。やっぱり国ごとに色がついてるんですね。で、資金はどこから来ているかっていうと、日本の NGO は日本から資金がほとんど来てるんですね。アメリカの NGO はアメリカから来てるんですね。その国の中で一つの循環が起こってるんですね。ですので NGO といえども、国際社会において、人道支援等の活動をする場合もどうしても国家の枠、そういう枠組みでしか動いていないってところがあるんですね。その点私ソマリアなど行ったカンボジアとタイの国境では、カンボジア人とタイ人は民族は違うのに同じ仏教徒なんですね。その隣のラオスも仏教なんですね。アジアを見渡すと仏教なんですね。私自身仏教徒ですけども、仏教っていうのはこれはいわゆる宗教ですから、政治や国家とは全く違う単位ですから、私自身はこれは面白いと、もしアジアに根付いている仏教を介して、草の根のネットワークを作ることができるならば、これは面白いことができるんではないかと思って、私自身が発願者になりましてやったのが司法参加という団体です。司法参加というのはお釈迦様のお言葉です。司法というのは四方八方の司法、東西南北どこでも誰でもってことですね。参加というのは和合衆ですね、和合僧、みんな仲良くってことですね。その司法参加という団体を立ち上げて、何年やりました、10年ですね。その間にアジアに、20カ国のネットワークを張って、例えば、ビルマの仏教徒たちが、お金を、錠剤を集めて、お布施のお金を集めてインドにいるチベットの難民のための支援を行ったりとかですね、台湾の海女さん方が集めた錠剤でバングラデシュの洪水や台風の支援を行ったりですね、そういったことをやってきたんですね。で、10年やってきてた中で唯一変な国があったんですね。それが今でいうミャンマーですね。当時、今もそうなんですが、何十万何百万単位のですね難民が、まだ外国にいるんです。で、難民にインタビューすると、いや本国で暮らすより難民キャンプの方が幸せだって言うんですね。あるいは、低賃金労働者になって隣国のタイですとかマレーシアですとかいった周辺諸国に、日本にもたくさん来られてますが、出て移民ですね、低賃金労働者になって働いてる、そういう方々がタイだけで300万人数えられてるだけでですね、実際もっといます。なんでこんな多くの人が自分の国では暮らさないで、あえてそういう道を選んでですね、苦しい思いをして他国で暮らすのか、変だなと思ってたんですね。当時、ミャンマーは、今は、テイン・セイン大統領ですが、当時は軍事政権でして、タン・シュエという方が独裁していた時代ですね。そこでミャンマーっていう国に非常に高い関心を持ってたんですね。この国っていうのは何かあると、何かしなければいけないんじゃないかと、そういうのがもともとの発端なんですね。そして、大きな転機が訪れたのが2007年です。サフラン革命っていうのが起こりました。今言うヤンゴンですね。ヤンゴンの市街地を中心にミャンマーのビルマのお坊様方が
一大デモを行ってですね、軍事政権批判を行ったんですね。市民もそれより協力しました。ところが最終的には、丹首への命令のもと、軍が出動して、お坊さんたちを殺しちゃったんですね。その時に、半数以上の殺されたお坊さんの半数以上が四方参賀の仲間のお坊さんたちでした。当然ショックでした。悔しかったですね。その翌年、今度は2008年にナルギスサイクロンという巨大な台風がイラワディ川沿岸、そしてヤンゴン市街というのを襲います。大変な被害が出て多数の死者が出るんですね。この時に軍事独裁政権丹首政権は国民被害者を一切支援していないんですね。なおかつ隣国や国際社会が支援を申し出たことに対して外国の支援はまかりならぬと拒否したんですね。じゃあ自分の国でやればいいのに、それはやってないんですね。そんな中、生き残ったビルマのお坊さんたちが、湯本さん中に入ってくれと、苦しんでるまんまだと、被災者は、現状を知ってほしいと言われてですね、ミャンマーに分かりましたっていうことで、ミャンマーにツテを頼って入国してですね、その後、外国人は被災地等には入れませんでしたから、私はそのまま衣をビルマのお坊さんに着替えてですね、全くビルマ人の僧侶のようになってですね、ただし言葉しゃべるとバレますから、一切言葉はしゃべれないようにしてですね、仲間のお坊さんに連れられて、被災地に赴きます。死体がたくさん浮いてました。死体を引き上げて、埋葬してですね、それから生き残った方々にお米やですね、蚊帳、それから薬ですね、これを配布したんですね。そうするとミャンマーっていうのは後からも言いますが、ものすごい秘密警察がたくさんいるんですね。いわゆる軍の諜報部とかですね、たくさんスパイ網が発達してましてですね、どっかでチクられたんだと思うんですが、捕まってしまうんですね。警察が来てですね、私指さしまして、知らんふりしてたんですが、私の持ち物を検査したら日本のパスポートが出てきたんですね。お前日本人だろって言って、もうそこまで来たらしょうがないですから、そうだって言ったら、その場で手錠されたんですね。手錠かけられ、生まれて初めて手錠かけられたんですけども、当時、独裁者丹首は外国人が被災地に入ることはまかりならぬと言ってるところに入っちゃったもんですから、烈火のごとく怒られてですね、そのまま護送車に乗せられて、行った先がヤンゴン市街にあります、ちょっと郊外にあります陰線院刑務所って言って、これ政治犯が入るところなんですね。そこにぶち込まれちゃってですね、ぶち込まれちゃったらですね、そこにいるのが今現政権、この間の総選挙で、大勝しました NLD 国民民主連盟のリーダーたちがいっぱい入ってたんですね。それから88世代って言いまして、1988年8月8日に、軍事政権の軍から弾圧を受けた学生の運動家たち、当時の学生たちですね、その連中もリーダーたちも陰線刑務所にいたんですね。そこにぶち込まれちゃってですね、彼らからえらい歓迎されたんですね。日本人が来たぞとか言ってですね、お前何やってきたんだってですね、いやこれこれこういうことで、別に僕は人道支援してただけなんだけどって言った、ああダメって言われてるからねで、まあそこで歓待されてですね、それが未だに続いてるんですね。人脈というのはありがたいですね。でそこで一晩臭い飯食べてですね、まあ外国人だ日本人だってことで向こうの政府も考えた挙句、翌日に、強制退去ですね、国外追放ですね、お前は二度と帰ってくるんだって言われてですね、陰線刑務所出されて、そのまま飛行場から、タイのバンコクですね、強制送還されました。強制送還されてバンコクに着いて、その足でバンコクのミャンマー大使館に行ったんですね。そしてノーノーとビザ申請したんですね。そしたら一等書記官から呼ばれてですね、別室に連れて行かれてですね、お前はリスト見せられてですね、お前はオンザリストだって言ってですね、これ何のリストか分かるかって言って、何ですかって言ったら、ブラックリストだって言われてですね、ああそうですか、
で、その一等書記官は私の日本のパスポートを投げ返したんですよ。で、まあ投げ返すことないだろうって言って、行かないのは行かなくていいけどって言って、まあそんなこともありましたんで、表に出てですね、でマジック持ってってましたんで、黒いマジックでミャンマー大使館の壁にフリービルマって書いたんですね。そしたらそこにいるミャンマー人たちが、お前殺されるぞとかってですね、走って逃げたんですね。それ以来私はですね、ミャンマーに入国できなくなりました。唯一ミャンマーで入れる地域が反政府少数民族武装勢力の地域なんですね。そこにですね、仲間伝って、ボンさんの仲間とか伝って行ってですね、じゃあまあ来てみろと、最初に声をかけられたのがモン族というですね、一つの少数民族の武装勢力ですね。そこにお呼ばれになって、それからモン軍ですね、これ反政府武装勢力ですね、そこの軍事基地に軍事キャンプで生活するようになってですね、お世話になったんですね。でそこではですね、当時ですね、まだ今のような和平ですね、国民和解っていうような流れでは一切ございませんでした。ほぼ半永久的に、ミャンマーの軍政と武装勢力っていうのは仲違いしたまんま行くんだろうなという状況にありました。それで僕はですね、先ほど言いました司法参加で実はブッダバンクっていう銀行をやってたんですね。これ銀行って言ってもリストってやる普通の銀行じゃないんです。無利子で融通し合う、いわゆる昔の頼もし公のようなやつですね。で特になんでモン族を選んだかというと、モン族は 100% 仏教徒なんですね。話が早いんです。他のカレン族だとかカチン族っていうのは大半がクリスチャンなんですね。自分にとっては異教徒ですし、まあ馴染みが安いんですね。それでモン州を選んで、しばらくモンのエリアで、モンの地域で、自活してたんですが、そこで彼らに言ったのは、なんでビルマの通貨を使うんだと、反政府なのにビルマの国家通貨を使うのは本当の反政府とは呼べないんじゃないかって言ってですね、そしたらお前どうすればいいんだって、モン族だけの独自の通貨を発行すればいいじゃないかって言ったら、そこの部族の長がびっくりしてですね、なんちゅう考え方だとか言ってですね、だって石油とかですね、ガソリンですね、そういう必需品はミャンマーチャットでしかね、国家通貨でしか買えませんが、地域っていうのは隔絶された地域っていうのは、通貨が出ていくばっかりなんですね。農作物作ってですね、安い値段で現金入っても、常にもっと高いものを買うことによって、電気とかですね、石油とかですね、でどんどん出てくるんですね。いつまでも地域って貧しいんですね。だったら、川がたくさんあるんで、小川が山の中にですね、小規模水力発電をやって、その電気を売電して、その電気を担保にして、独自のモン族独自の通貨を発行せよって言ったら、それが、武装勢力の、まあ、国会がちゃんとした政府と一緒なんですね。農業省とか文科省とかあるんですよ、ちゃんと。その国会に通過しちゃってですね、じゃあ独自通貨を発行しようと、これで独立割拠できるとでいうことで、そこに関与してたんですね。と同時にですね、モン族の統領がですね、こう面白い日本人がいるぞってことで、他の武装勢力のボスたちにも紹介してくれたりしたんですね。だから来いよと、次に言われたのがカレン族なんですね。その次に言われたのがシャン族なんですね。であれよあれよという間に全ての少数民族回っちゃってですね、回るたんびにボスに会うんですね。議長、副議長、幹事長ですね。会って最初に言うのは、あなたは本当のリーダーじゃないって言うんですね。怒るんです。めちゃめちゃ怒られるんですね。武装勢力ですよ。めちゃめちゃ怖いんですけどね。なんでだって言って怒るんですね。だって領民苦しんでるじゃないか、貧しいじゃないかって言って、本当の為政者、本当の政治家、本当のリーダーってのは住民のことを考えるのが先だって言って、あんたら何もやってねえって言って、そしたらお前何かで、お前じゃあお前ちゃんといい知恵でもあんのかとかって言うからですね、インフラも何もない、電気もない、道路もない、しかし そういうところでやれることって限られてるんですね。農業あるいは、水産業、林業といった第一次産業しかないんですね。第一次産業だと、農業だと、他に自立するもんないじゃないかと、そしたらですね、彼らも面白いなと、じゃあ妹お前やってみろよって言われてですね、最初に、モン州、それからカレン州、
そして、ミャンマー側ではカヤー、武装勢力側ではカレニーって言ってるんですが、カレニー州、そしてシャン州、この4つの州で最初自己資金ですよ、自分が預金通帳からですね、生命保険から全部解約して持ってった金で、自分のお金で、農業プロジェクトっていうのを始めたんですね。自立プロジェクトっていうのをですね、それやったらですね、まあ面白いやつがいるもんだってこと で一方で軍事政権側とは、ずっと第二次大戦後この方ずっと内戦してるんですね。まだやってます。まだ終わってないところがあります。大半は終わったんですが、まだやってるところあるんですね。まだ当時はもう全ての武装勢力がまだ内戦中だったんですね。そういう中にあって軍事政権が取ってきた、まあ、これイギリスの統治政策と全く同じなんですが、英語でいうディバイドアンドルールですね、分断統治ですね。分割して仲違いさせて統治せよっていうやつですね。ですので少数民族同士を戦わせたりすることによって団結を阻害してきたんですね。あるいはカレン族で有名な武装勢力で有名な KNU っていうのがあります。カレン民族同盟ですね。このリーダーたちはクリスチャンなんですね。ところがカレン族には仏教徒が多いんですね。だもんで、軍事政権はですね DKBA、カレン仏教徒軍っていうのをこしらえてですね、仏教徒とキリスト教徒で同じカレン族同士で喧嘩させたりしてきたんですね。それが、仲違いの根本的な原因だったんですね。そういうのを第三者である外国人、私はね、そういうのが見えますので、彼らよりも。で同時にリーダーたちに説いてきたのは、あなたやっぱりおかしいじゃないですかと、共通の敵はどこなんだと、ミャンマー軍政じゃないかと、で少数民族側っていうのは同じ問題を抱えてるじゃないかと、違う部分はもちろんたくさんあるけども、しかし自分たちの権利を主張したり、ビルマ主要部族であるビルマ族との対等性を主張したり、教育の機会均等を主張したりしている、そういう主張はみんな同じじゃないかと、なんでそこで団結しないんだと、と同時に農業もやりながらですね、そうこうしていくうちに2011年、2月16日に UNFC って言います。ユナイテッドナショナリティーズフェデラルカウンセルって言うんですが、ビルマ統一民族連邦評議会っていうのを、私の肝入りで作っちゃったんですね。成功しちゃったんですね。当時11の武装勢力、主要武装勢力が全部入ってですね、タイのチェンマイで、武装勢力は国内ではみんなそれぞれの僻地に山の中に割拠してますから、みんなが一堂に会するっていうのはビアンマー国内ではできないんですね。その点国境を越えたタイ側は、自由に動けますんで、タイが拠点になってるんですね。ですので私の当初の拠点はタイのチェンマイだったんですね。実はタイのチェンマイは観光都市として有名ですが、その裏ではミャンマーの武装勢力の基地が全部そこにあるんですね。アジトは全部チェンマイにあるんですね。そしてそのチェンマイで UNFC を立ち上げまして、当初は山あり谷あり大変な思いをしながら、ラグビーでいうですね、ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワンですね。さっき言った理由をもとにですね、みんなが一つにならないでどうするんだと、仲違いもありましたし、一時期はテイン・セイン大統領、現政権からも、タイ政府の方にクレームが来まして、チェンマイに武装勢力の連合体ができていると、そんなものはミャンマー政府としてはタイの友好を保っていく上で、許すまじきことであると、でタイ政府に圧力かけたんですね。でタイ政府が動いてですね、私とか武装勢力のリーダーがいるところにタイの警察乗り込んできて捕まっちゃったんですね。またね、で表に出ろって言われてですね、で事務所閉鎖です。その代わりタイはですね、賢い国でですね、そうすることによってミャンマー政府にこのように、事務所は閉鎖しましたと、その後タイの軍が来るんですね。でタイの軍が来て我々を釈放してですね、別の場所に新しい事務所を作ってくれと、というのは国境を接しているのはタイと国境を接しているのは少数民族なんですね。だから少数民族はいわゆる緩衝地帯なんですね。バッファーゾーンなんです。そのバッファーゾーンがあることによってビルマとの直接の接触や摩擦を妨げる効果があるんですね。そういう理由でタイもその辺は非常に上手に、武装勢力とも仲良くやってきてるんですね。そういう山あり谷ありで、来たんですが、所詮拉致は飽きません。ところが
この天意戦意政権になってですね、国際社会に、対して、民主化っていうものに舵を切り出すんですね。まず最初にやったのは、それまで中国と、癒着してたんですが、中国が開発しようとした大規模ダムの中止を発表するんですね。中国から距離を置き始めたんですね。と同時に政治犯たちを、今の NLD の幹部たちですね、続々と釈放し始めるんですね。それによってアメリカやヨーロッパがですね、経済制裁を段階的に解除していくと。でだんだん西側に近づいてきたんですね。いわゆる民主化路線に切ってきた。その中で少数民族との和平問題っていうのは、国際社会から見てもですね、ミャンマーが抱えている、あるいはミャンマー政府が解決すべき問題の大きな問題の柱の一つなんですね。それに対してミャンマー政府も、担当官のアウンミン大臣というものを選んでですね、現在もまだ現政権ですから、大統領府省大臣、少数民族問題担当大臣ですね、この大臣を通してですね、アウンミン大臣から、私のチェンマイのいる UNFC にいる私宛に手紙が来たんですね。大臣からですよ。私ブラックリストですよ。なんて書いてあるかって言ったらですね、ブラックリストを解除してやるからネピドーに来いって言うんですね。で武装勢力の連中と話して、どうしようかこんなに来たけどって言って、だから大半の連中がですね、それまでも和平交渉は武装勢力とあったんですが、行ったリーダーが毒殺されたりですね、暗殺されたりしてるんですね。だから大半の武装勢力はもうその時みんなの同僚ですから、いや妹行かない方がいいよと、危ねえよと言われてですね、まあ、そう行かない方がいいかなと思ってたらですね、少数民族の一人のリーダーが、いやこれは行った方がいいかもしれないと、お前一人で乗り込んできてここまでやってきて、何かやる時には必ず一人でやれるんだからって、こうやって一人呼ばれたっていうのはこれは絶対いい印だから行ってこいって言われて、ただし出されたもんは飲むな食うな言われて、じゃあ分かった行ってみるって言って、でブラックリストですよ。でビザ申請したんですね。出るんですね。今まで絶対出なかったのにスルッと出るんですね。でミャンマーに入国して、そのままネピドーに入ってですね、アンミン大臣のいる大統領府ですね、そこに入ってって一人で行ったんですよ。敵の本丸ですよね。上がってって、ま、あの待合室座らされてですね、まあ、大臣時間かけてゆっくり出てくるんですね。で一人でじっと待ってて、その間に周りの人たちがいっぱい写真撮るんですね。私のなんだこいつらとかって思いながらですね、で大臣がのそっと入ってきてですね、で座ったら大臣の秘書ですかね、女性が入ってきてコーヒーを置いたんですね、こっちと向こうにですね。で暑いんですね、ネピドって。で汗もそういうところにいるから余計緊張して汗かいて喉かいてるんですよね。水飲みたかったんですけど、水が出てなくてコーヒーしか出なくて、飲みてえなと思ってですね、でも武装勢力のボスたちから絶対飲むなって言われてるんで、大臣の方をふと見るとですね、大臣クリップ入れ始めたんですね、自分のコーヒーにですね。あっちは大丈夫だなと思ってですね、第一声大臣が座って、第一声大臣そのコーヒー僕にくださいって言ったんですね。そしたらはって言ってですね、そのまままあいいからいいからって言ってコーヒー取っかえちゃったんですね。これを世に言うコーヒー特会事件って言うんですけども、大臣怒ってですね、ムッとしたみたいですね。お前俺を疑ってんのかって言われたんで、疑ってますって言ったんですよ。当たり前じゃないですかって言って、でまあいいからって言って、今日は、その先の話し合いでしょって言って、乾杯しましょうって言って、乾杯って言ったら笑い出したんですね。でハンミン大臣が、いやいやそっち毒入ってないからとか言って、でもいいじゃないですか毒入ってないから飲んでみてよとか言ったら、まあそれ飲んでほら毒入ってねえべとかってですね、話し始めて、向こうもね準備はしてたんですね。私が来ることによって、まず、君がうちの裏庭でっていう言い方したんですね、やっている、民生支援農業プロジェクトは本日をもってミャンマー政府の認可事業とすると、反政府武装勢力地域なんで政府の管理が及ばないとこなんですけど、そこであるのにもかかわらずミャンマー政府が許可すると、これまたヘンチクリンなというか、こっちにとってはありがたいことなんですが、お墨付きもらったんですね。その代わり武装勢力と和平交渉をするんで、お前その仲介しろって言われたんですね。それは実は武装勢力も望んだことなんですね。もう内戦はしたくないんです。でもちろんですよ、いいですよと、じゃあ私がその仲介能力を取りましょうと
いうことで、ミャンマー政府と合意書も交わして、チェンマイに飛んで帰ってですね、武装勢力のリーダーが全部集まっているところに戻ってきて、みんなからよく帰ってきたって言われてですね、もうみんなには報告してたんですが、お前の口からもう一回言ってくれって言ってですね、道は和平交渉の道は開いたと、1回目は向こう側からタイに来て君たちリーダーたちと和平について話し合うことになったって言って、みんなから胴上げされてですね、よくやったゼロファイターって言ってですね、その時に、まあ、一緒にね、みんな酒強いんでですね、私も酒強かったんで最近飲まなくなっちゃったんですが、酒飲んで宴会して、一息ついたところでですね、リーダーたちから妹ちょっと座ってくれって言われたんですね。なんだろうと思って、そしたら感謝されたんですね、実は和平したかったんだと、内戦はもうやめたかったんだと、いい機会だと、いい機会を与えてくれてありがとうと、その感謝を全リーダーとして言いたいと、と同時に、我々の内戦していた地域にはあなたの国の兵隊さんたちが眠ったまんまになってますと、ここまでやってくれたゼロファイターへのご恩返しに、我々は旧軍日本軍の兵士たちの遺骨の場所も分かってるので、そこをお教えしたいと、何もできないけれども、そのぐらいならできるんだけどどう思うだろうかって言われましてですね、それはこんなありがたいことはありませんから、それはもう二つ返事で、逆にそれはこちらが感謝ですと、ぜひお願いいたしますと、それがご遺骨帰還への始まりになったんですね。そして、そこまで話がいったらですね、今度は日本政府の方が喜んでいただいてですね、今まで軍事政権側とは長年付き合ってきてるんですが、武装勢力側とは一切付き合いがなかったんですね、パイプがなかったんですね。だから外務省から呼ばれてですね、妹よくやった、ご褒美に、お前がやってきてた個人でやってた農業ってもう拉致があかんだろうってことで、ミャンマー政府の許可が出たので、ODA 事業にするって言ってですね、今僕 ODA 事業やってるんですよね、つい先日まで金に困ってたんですけども、で今ですね、農学校を4校、先ほど言った4州でですね運営してまして、すでに、1000名を超える卒業生を出しました。順調に学校の方は行ってます。と同時にですね、日本財団で有名なですね笹川洋平会長がおられますが、この方は今ですね、民主党政権時代にはミャンマー少数民族福祉向上大使をやられてたんですね。しかしその頃まではまだ内戦が続いてましたんで、まあ何もできない状態で、今 の、 あの自民党政権になりまして、もっと格上げになりまして、ミャンマー国民和解のための日本政府代表になったんですね。いうことで笹川さんからもですね、タッグを組みましょうと、少数民族の方は橋渡しは、妹さんやってくれと、そしてこれからは一緒にやっていきましょうということで、最初に、やったのが日本財団から3億円の金が出てですね、3億円ですよ、いきなり。昨日までポケット入れて小銭数えてた男がですね、いきなり3億円、ただ3億円全部お米買ったんですね。お米買って、武装勢力地域で困ってる貧しい人たちに食料援助したんですね。まあ3億円米買うって大変ですよ、お米そんな高くないですから、買っても買ってもお金が余ってるんですね。しかも届けるのが大変なんですよ、道はないし、車は通んないし、車で行けるとこまで行って、その後バイクに積み替えて、バイクで行けるとこまで行って、その後ロバですよ、でロバで行けるとこまで行って、その後は人間なんですね。それを3年間ぐらいやってですね、ほぼそれは終了しましたが、その時ですね、やっぱり現地住民から言われたのは、お米だけもらっても食えねえと、おかずが欲しいと。おかずって言ってもですね、まあ、原料になるで、例えば豆とかですね、しかし穀物になるとこれまた重たいんですよね。でただでさえ運ぶのがもう 2000m、3000m の山ばっかりなんですよ。道なき道でジャングルの中なんですよね。これ持ってくの大変だし、まあ、私も山の中しょっちゅう入ってますし、ジャングルで生活してるんですが、その時ジャングル飯って言うんです、まあ、兵隊飯ですけど、お米炊いて、で食べるもほとんどないんで塩かけて食ったんですね。その時に塩振りかけて食ったんですね。その時に、あ、
ふりかけは面白いかもしれないと思ったんですね。なぜならば保存が効く。これ山の中どんなところでも1年ぐらい持つんですね。これは面白い。しかも いろんな栄養価、補助給食になるんですね。運搬がしやすいですね。それから味付けを変えれば宗教や民族性の違い乗り越えられるんですね。これは面白いかもしれないと思って始めたのがふりかけ事業なんですね。と言いますのは、私は現在、農業の学校をやっても1000人卒業生出したって言ったんですが、教育はちゃんとやってます。しかし教育をして出したところで仕事場がないんですね。就職先が全くないんです、ジャングルの中では。もちろん、農学校での第一の柱は、自給自足です。それまで内戦もあって食生活が貧しいんですね。そこにいろんな野菜や果物等を増やすことによってバラエティ増やしてもっと栄養価を高めてあげると。そして地域のものは地域で地産地消ですねをしながら自給自足していく。まだインフラがないところですから、そういうことは現実的なことな対応なんですね。と同時にもう一つの柱が、とはいえですね、これからグローバル社会に入っていく彼ら、やはり現金が必要なんですね。現金がないことには学校も行けないし病院も行けないんですね。そうすると自給自足の一方で、換金する作物を作んなきゃいけない。そういうところで、始めてきたのがこの就業先を作る、あるいは産業を起こして、まずは農業で産業を起こして、経済的な自立の道づけもしてやると。これが私の最後のゴールなんです。で今は目下そこにかかりっきりでですね、それまで、タイ側ではタイの財団、タイ政府認可の財団です。ミャンマー側ではミャンマー政府認可の NGO でやってきたんですが、どうしても財団や NGO のステータスですと学校運営や、国際救援援助、開発支援っていうのはできるんですが、経済的な自立っていうのはできないんですね。お金が動きますから、営利活動と見られるんですね。学芸発表会程度にバザーやっていくらか売り上げありましたっていうのは全然引っかかんないんですが、彼らが生活していくとなるとどんな作物でもトン単位で扱わないことには話にならないんですね。しかし NGO のステータスではやれないということで、よし、会社を作ろうと、言って今タイにですね、農作物の加工品を含めた、貿易を行う会社を一つ立ち上げたんですね。ジャパンクオリティっていう名前なんですね。日本品質ですね。もう一つがミャンマー側のヤンゴンに同じ JQ という名前で、同じ会社を設立して今、2つの会社の社長になってるんですね。この間までですね、こうポケット探ってあといくらしかねえなみたいな暮らししてた男がですね、会社まで作って今ですね、少しずつなんですが、まず最初に取り掛かったのは楮なんです。楮って知ってます皆さん？和紙の原料なんですね。なんで楮かって言いますと、ミャンマーに死ぬほど生えてるんです、北から南まで。これ作んなくていいんですね、もうあるんですから。難民が帰ってったってまず楮の枝を打って、伐採じゃないんです、枝打つと打った枝からまた枝が生えてくるんですね。その枝の皮を剥いで、あのクッキングですね、煮ると、パルプができるんですね。それでパルプでも売れるんですね。紙すきの工場も今作ったんですが、紙にしても売れるんですね、和紙でですね。あるいは日本は今あの和紙の原料っていうのはほとんどタイから輸入してるんですが、実はタイも楮をやる農家が減ってですね、今タイ楮って言われてる楮はほとんどラオスから入ってるんですね。ところがラオスも品質が落ちてて、あるいはやる人がどんどん少なくなってて、これミャンマーが次は狙い目なんですね。しかもこれ作んなくていいんですから、もうあるんですから、とりあえず打って、皮剥いで、そしたら金になるんですね。これを先にやったんです。で続いて今度はコットンですね。これはタイにですね、日本のオーガニックコットン、いわゆる有機農業で作った綿花ですね、これでタオルを作ったり、服を作ったりしている日本の企業があるんですね。そこがやっぱりタイも農家が減っててですね、これミャンマーから搬入したいという話があってですね、これをうちの農場でガンガン作らせてるんですね。でこれをタイ側に輸出して売り始めてます。もう一つですね、
ふりかけなんですね。でふりかけの発祥地っていうのが熊本県なんですね。それでですね、知人会人として特に今日河原先生いらっしゃってますが、河原先生、熊本が発祥の地なんですけど誰か知ってる人いませんか、言ったらですね、おいるよって言ってですね、紹介されたのが今日も来ていただいてますけども、国際ふりかけ協議会っていうのが熊本にあるんですね。最初聞いた時びっくりしたんですけど、熊本にそんなのがあるんだと思ってですね、でふりかけグランプリとかやってるんですね。でそこを紹介していただいてですね、話はそこからトントン拍子でですね、熊本に通報のおじさん今日もいらしていただいて、ああどうも、お世話になっております。そこの指導を受けてですね、まず対側で手詰めで、通報のりさんののりを試験販売するというところまで行っててですね、しかもやっと私がこっち出てきた後でボトルとパックが出来上がってですね、名前がですね熊本ふりかけって言うんですね。で熊本ふりかけの原料はこれからはですね、ぜひミャンマーで作っていただきたいですね。安いです。ただし現地生産でいいと思うんですね。日本で逆輸入しましょう社長。まあそれは先のことなんですが、海苔がいるんですね。海苔だけはどうしても日本のを使いたいんです。できれば有明海の海苔を使いたいんですね。いう形で日本の産業起こし、産業の復興と、それからアジアの復興をですね、日本がリードする形で一つ、テーマっていうんですか、お手本になるようなものを作りたい。それがふりかけなんですね。なおかつ私昔国連参加でずっと活動してましたんで、国連に友人知人が多いんですね。で現在国連難民高等弁務官事務所ジュネーブにありますね。それと WFP ですね、世界食糧機関ですね。これは国際的に難民キャンプとかで、食料配給をやってる団体なんで、国連機関なんですね、国際機関なんですね。そこにですね、ふりかけを買ってくださいと、ふりかけを食料援助の国連の食料援助の内容物にしてほしいって言って一生懸命運動してるんです。もしそれがなったらですね、もしそれがなったら今まで最貧国の一つと数えられてたミャンマーが世界の食料援助国としていきなりトップランナーに躍り出るんですね。熊本県と手を添えて、なんで私今日熊本に来たんですよ。で明日はですね、そのふりかけって言ってもですね、やっぱり乾燥しなきゃいけないんですね。その乾燥機を実は見に来たんですね。で一機買おうと思ってるんです。もう今やですね、後ろに笹川さんとかいますんで怖いものないんでですね、まず試験的にですね、一機買い入れてですね、しかもそれ灯油で動くんですね。向こう電気ないですから、現地に入るとですね、最初はタイで使いますけど、まあ、徐々にアクセス等を整理しながらですね、整頓しながらミャンマー側に持っていきたいんですが、もう灯油で動けばこれ電気いらないですから。でこの乾燥野菜だけで市場がある、市場があるんですね。なおかつふりかけも作っていくということで、中身をですねどんどん充実させながら、今作っている学校は ODA 事業っていうのは最終的にはですね、日本側は引かなきゃいけないんですね。そして現地の自治体に、譲渡しなきゃいけないんですね、全部。で譲渡した時に彼らが本当に自分たちで運営していくことができるのかというのが、ポイントなんですね。しかし学校だけでは今は日本のお金で ODA のお金で、先生の給料と払ってますから回るんですが、これ切れてしまうと回んないですね。じゃあ回すためにはどうすればいいかというと、産業がくっついてないといけないですね。ですので各学校は、ある学校はふりかけの工場に、ある学校は、綿花の紡ぎ場所ですね、紡ぎの工房に、ある場所は酵素のパルプですねを作る工場に、いう形で産業化して、彼ら自治体に戻そうと考えています。そうすることによって日本の辺境地域での ODA 事業の成功例になるはずだという考えで、一歩一歩前に進めてます。と同時にですね、一人で飛び込んでそこまで行って、最初やるときはですね、私の長年の友達、付き合ってきた友達もね、ですもですね、麻生の国だけ行くなと、
もう60年後の方内戦してて誰が何やったって歯が立たないんだ言われてきたんですが、僕はできると思ったんですね。じゃあできると、例えば、停戦すると、停戦というゴールを持った時にどれとどれとどれとどれの条件が整ったら停戦するのか、じゃあその条件を整えるためにはどうすればいいのか、全部つないでいったんですね。だから当てずっぽうでやったわけではなくて、何か一つ目標を定めるんであれば、それを達成するために必要な条件というものがいくつも出てくるんですね。それを面倒くさがらないで一個一個潰していくしかないんですね。一個一個つなげていけば必ずつながるんですね。そしてこの五遺骨、先ほどお話しましたが、これも少数民族武装勢力側からの恩返しとして始まったんですね。しかし手ぶらではやらすことはできないだろうと、それで、今日もいらしていただいてます、あの河原先生等のもですね、確かにそうだなと、少数民族に探してもらうんだけれども、手弁当でやらせるあまりにも大変だから、まあ、山の中あるいは沼地とかですね、ジャングルの中なんですね。そういうことで、彼らの調査費に関してはまだ当時日本政府は厚生労働省にはそういった調査費っていう予算は計上されておりませんので、今まで遺骨調査っていうのは全て民間がやってきてるんですね。遺骨があると判明した後で初めて厚生労働省が動くんですね。民間が動かないことには国が動かなかったんですね。それ今でも変わってないんですが、したがって調査費は出せないということで、我々の方で、ミャンマービルマ五遺骨帰国運動という任意団体ですね、募金窓口を作って、ここ3年4年目を迎えますが、で4000万以上のありがたい錠剤を集めまして、その錠剤で現在、これまでに延べで18の武装勢力の、調査隊を回してきました。現在もなお、9つの、調査隊が現在進行形で、遺骨調査を行っています。私が、今回10柱の日本兵のインパル作戦に参加した日本兵の遺骨を抱えて、ヤンゴンに戻ってくる間にも30柱が、シャン州で見つかった、あるいは600柱を超える、集団埋葬地が見つかったという情報が次から次から今入ってきてるんですね。このご遺骨帰国運動もですね、当初は1年やって結果が出たらあとは厚生労働省に、厚生労働省の方もですね、我々に対しては掘るなと触るなと、まあかつてフィリピン等で偽遺骨のことがあったりしてですね、民間や第三者が勝手に扱うのを、まあ、嫌がるんですね。で言われたのは場所だけ特定しなさいと、その場所特定も大体あの辺ですとか、あっちの山あの山ですとかっていうのはダメですと、東経何度北緯何度でここですと、ドンピシャですと、そんなのできるわけないじゃんって思ったんですけども、できたんですね。でそれ言われた時も周りの仲間の中にもですね、いや今さやめた方がいいよって、それ錠剤使って受け負ったらいいけど見つかんなかった、できなかったじゃお前買わせる顔なくなっちゃうし問題になるかもしれないよ言われたんですが、僕は条件をちゃんとあの潰していけば絶対できるはずだと。それからやっぱり錠剤とはいえですね、2年も3年も続けてますとですね、そんなに簡単に集まんないんですね。だんだん頭打ちになってくるんですね。時としてはもう次の予算はないかもしれないいうような時もありました。そういう時ももうやめていいんじゃないかと、もう報告書も出したしもうこれで手引いていいんじゃないかと、そのたんびにですね、私がわがまま言ってですね、嫌だですね、嫌だ、最後の一柱まで、僕は探したいし、もっと言うなら国が、本格的に本腰入れて動くまで絶対にあの現場を離れたくないし、ビルマの盾事じゃないですが、散々苦労した挙句インパールとの国境線で2000メートル3000メートルの山をいくつも越えていった先に、初めて日本兵のご遺骨に行き当たった時にですね、私を身震いします、井上陽水の歌じゃないですが、今日で全てが終わると思いました、今日で全てが報われると思いました、
遺骨に行き当たりましたと、間違いなく一緒に出土していた遺留品も日本軍のものなんですね。飯盒には日本語の名前が書いてあるんですね。間違いないと、そこは遺骨が出てたんですね。と言いますのは、現地の人がすでに掘り起こしてたんですね。で、遺留品と一緒に骨が出てきてて、それを聞き取り調査の結果、そのご遺骨と出会えたんですね。今回わずか10柱の帰国でした。なぜ10柱かと言いますと、すでに現地の人が掘り返してもう出てきてしまった遺骨に関して、今回厚生労働省は引き取って日本に帰国させましょうと。しかし我々はすでに150箇所を超える場所を特定しています。かつて日本軍が のあった基地の場所も、そして、それに付随してあった野戦病院の場所も、その野戦病院の中に敷設されている埋葬地の場所も北緯東経ドンピシャで当てました。なぜできたか、徹底した聞き取り調査です。徹底した聞き込みです。まだ当時を知っている功労が生きてるんですね。おじいちゃんおばあちゃんに会うと、まだ日本語喋る人がいるんですね。敬礼される方がいるんですね。会うとですね、まずお茶をどうぞっていうおじいちゃんがいるんですね。どうぞお座りください、まずお茶をどうぞとかですね、あるいはおばあちゃんによってはですね、私は木村総長さんと恋仲にありました、結婚の約束をしましたですね。で、一緒に東京に連れて帰るって言われたんですけど、あの時戦争してて怖いから私行かなかった、私ここであなたの帰りを待ってるって言ってですね、5年待ったけど何の音沙汰もないから、とうとうこっちの人と結婚して、おかげで私はこんなに、未だにこんなに貧乏状態ですよって言って、私が文句言われてるんですが、行くたんびにですね、会うとおばあちゃんですね、おおって言ってですね、敬礼してくれるんですね。で、現地に行くとですね、戦争中日本は迷惑かけたと思ってますから、怒られたりですね、なんて言うんですか、文句言われたりですね、そのあるんじゃないかって覚悟していくんですけども、一言も全くないですね。で、今回のインパール作戦があった地域なんですが、簡単に言うと評価は二分してます。日本の偉い軍人さんたちは好きじゃなかったって言いますね。だけどその他大勢の一般の兵士さんたちは素晴らしかったって言いますね。婦女暴行もなかった、それから、略奪もなかったと。野戦病院では山ではない塩とかをですね、村人に分けてくれたと。ただしそれも、戦況が悪化して逃げ出し前のことなんですね。で、薬も分けてくれたと言ってるんですね。ところがもう負け始めるとですね、今度はもう食料調達だなんだでも日本軍と一緒だったと。しかし我々はミャンマーの人たちには本当はイギリスが大嫌いなんですね。植民地にされてましたから、あの辺の少数民族も最後までイギリスに抵抗してるんですね。で、イギリスの鉄砲に対してですね、彼ら石で抵抗してるんですね。当然負けますね。その時の恨みつらみがあって、そのイギリスの統治を一瞬の間ですけども、ワイプアウトして恩出して、ビルマを一旦ですね、植民地ではない状態にしたのが日本だっていうのでですね、今回の遺骨調査に関してもものすごく前向きなんですね。非常に協力的で、一つ実話があるんですが、私が現地調査して会ったおばあさん、もうご高齢です。80超えてますね。そのお父さんが、ビルマ軍だったんですね。アウンサン将軍が率いたビルマ独立軍だったんですね、の兵隊だったんですね。そして、日本軍33師団弓兵団って言ってますが、と一緒にインパール作戦に参加するんですね。ところがインパールで成功せずに、総退却になります。そしてミャンマー側の国境地帯に戻ってきた時に、一緒に逃げていた日本軍のキャプテンから、お前は軍服は捨てなさいと、あとは我々日本の責任で日本軍がやるから、君はこのまま落ち延びなさいと言ってくれて、しかしそのままその お父さんは現地の女性とその後結婚してですね、子供が生まれる。その子供がそのおばあさんなんですね。で、そのお父さんがもう亡くなってますが、
遺言が必ずここに日本人が戻ってくると、その時には、この村で一番のものをその日本の方にあげてほしいと、僕はやっぱり日本のあの方たちがいたおかげで今の僕があるし、お前がいるんだよっていうふうに教えてくれたって言って、そのおばあちゃんに会ってですね、私がいただいたのはゆで卵です。村で一番高価なもんなんですね。で、僕はいや私がそんなのもらう筋合いじゃないと。確かに戦後初めて入った日本人なんですね、その地域に。入ったらですね、みんなから歓待されてですね、踊れとか飲めとかですね、剣振り回したり火縄銃撃ったりですね、最初殺されて食われんじゃないかなと思ったんですけども、えらい歓待してくれてですね、いまだにその辺っていうのは日本の戦車が転がってます、そのまんまになってます。はい、ぜひいつか行かれてほしいと思いますけども、そのおばあちゃんがですね、ゆで卵くれて、だけど私の調査隊の連中がですね、いや井本さんもらってくださいと、このおばあちゃんはお父さんの遺言を今果たそうとしてるんだと、だからああそりゃそうですねと言って、ありがとうねって言っていただい、お教えいただいたんですね。まあそういったで逸話もたくさん出てきますし、何よりですね、戦車が転がってタコツボ陣地とか塹壕がそのまんまですよ。雨季になると汁が湧き出てくるんですね。汁は地面から湧き出てくるわ、草の葉っぱの裏にくっついてて靴の中に入ってくるわ、木の下取ったら木から落ちてくるわ、こんなちっちゃいんですけど僕らの地位するとこんな太くなっちゃうんですね。汁だらけなんです。だからもう雨季で調査してるともう血だらけになるんですけども、わーわーキャーキャー言ってやるんですけども、だから現地のおじいちゃんとかね、お前たち当時のお前の先輩たちはお前それ食ってたんだからとか言うんですよね、食うものないからって言って。で、塹壕とか雨季になると雨水が溜まるんですね。しかし戦争してて動けないですから、雨水に浸かったまんまずっとですよ、抱えて戦争してたって言うんですね。で、基地なんかは空爆で潰されて生き埋めになったまんまなんですね。そういったのが150カ所ぐらいあります。まだですね、この後まだミャンマーでは内戦が続いている地域もあります。カチン州とかですね、北部シャン州ですね。これちょっと見せ、時間もうちょっと大丈夫ですね。はい、これがミャンマーの地図になります。この辺がタイでですね、この辺がチェンマイですね。こちらはこの辺がラオスになります。で、ここはチャイナ、中国ですね。で、こっちはインドなんですね。そしてここはバングラデシュなんですね。で、ここが最大都市ヤンゴン、首都の、ネピドーはここにあります。で、この色を塗っている地域は 何を意味しているかといいますと、これまで ないし現在進行形で日本兵の遺骨調査を進めてきている地域です。すべて辺境、国境地帯なんですね。で、カチン州というのがこの北部ミッチーナですね。ここはですね、九州にゆかりのある菊兵団、いわゆる菊部隊ですね。このミッチーナから、この中央のフーコン渓谷って言うんですが、ここもまだ今内戦してて入れないんですが、カチン独立軍の話によりますと日本兵のカバネがたくさんあるって言うんですね。ここまだ入れないんです。これぜひ入りたいんですね。それから、この緑の地域、ここも実は内戦しているにもかかわらず、内戦をしているパラウン族という少数民族が、なんとすでに7箇所も、埋葬地を特定して私たちに知らせてくれてるんですね。ここも内戦が終われば調査が可能になります。ここも九州にゆかりのあるですね、竜兵団ですね、竜部隊の基地があったところなんですね。この辺りから中国にかけて展開していた部隊なんですが、こういった地域がまだほぼ未調査のまま課題として残っています。で、インパールというのはこの辺にあるんですね、インド側ので。今回ご遺骨が戻ってきましたが、インパールがここだとしますと、このラインですね、この戦場から見つかった、あるいはこの地域から見つかった、遺骨が、合計で10柱でした。先ほども言いましたように、今回はすでに出てきているご遺骨だけをご帰国させた第1弾であって、まだ多数の、
護衛霊が現地に眠ったままになってますので、今後この動きをですね緩ますことなくですね、引き続き、行っていきたい。冒頭に申しましたように、人として日本人として、他国においてはですね美しくありたい、最後まで当時国の命令で行った人たちですから、もう忘れてほったらかしではあんまりです。どんな時代が下ろうと、日本人として、綺麗でありたい、そう思っています。これからも課題は、山積だとは思いますが、私はとにかく、定めた目標っていうものがあったらですね石にかじりついてでもやる、必要な条件は一つ一つ徹底的に、揃えていく、これをやると必ずことっていうのは成就するんだと、今年、向こうに飛び込んで5年が過ぎてもう6年目に入ったんですが、考えてみればですねたった6年で、反政府武装勢力を一つにまとめちゃったんですね。そして、この6年の間に、ミャンマー軍事政権と、和平対話に持ち込んで、去年10月15日には一部ではありますが全土停戦実現しちゃったんですね。さらに、日本兵のご遺骨が昨日、日本にまず10柱ですが帰国できたんですね。そして現在熊本のふりかけをはじめですね、今度は、産業おこしです。未来に向かって日本はアジアの人たちと世界の人たちともろともにあると、平和というものは口で叫んだりうんぬんするんではなくて体を動かして実際にそういうものを作り上げて世の中に残していって、そういったものがない限り、本当の平和ではないと思うんですね。人間たった一人の体でも、心を決めて、腹決めて、始めたならば必ず成功するんだ、あるいは少なくともその道の途上で倒れるべきであると、そういう信念を持って頑張っております。本当はですねもっと見せたい写真とかあったんですが、時間どうでしょうかね。もう質疑応答の方がいいんですか。今7時40あと、あ、ではですねせっかくですので、今話しました、もろもろの関連する写真をお見せしたいと思います。ですね、ですね、じゃあ1個ずついきますですね。私老眼が入ってて 見えないんですよね、すいません。あ、これはですね、チェンマイで行ったミャンマー政府と、少数民族武装勢力の第1回和平対話になります。これが3年前になりますね。あ、これ妹って書いてあるんですね。ここに左にいますのがこのミャンマー政府側のアウンミン大臣ですね。真ん中にいますのが少数民族武装勢力の、全土停戦交渉のチームリーダーです。はい、で隣にいるのがカチン独立軍の幹事長です。実はもうみんな僕の飲み友達なんですね。それからですねこれがその第1回和平対話、向こう側が武装勢力です、こちら側がミャンマー政府ですね。これ第1回の会場ですね。終わった後ですね、右のアーミン大臣から、武装勢力に、まあ、記念品ですね、これから話し合っていきましょうと、これを仕組んだのも、日本なんですね。それからその後ですね、今度は一国の大臣というのが常に第三国でしか話できないというのはあんまりだろうと、たまには武装勢力もこっち側に来いよということで、ミャンマー側で、和平対話やったんですね。
これミッチーナなんですが、この時武装勢力のリーダー行かないって言ったんですね、行かないって言ってですね、なんでかって言ったら撃ち落とされるかもしれない飛行機が。で条件が出てきてですね、武装勢力のリーダーがミャンマー政府に対してですね、妹が一緒に乗ってくれるんだったら行ってもいいって言ったんですね。人質ですよね。日本人が乗ったら落とされないと思ってんですね。でここまで言われたんで、いいよじゃあ乗ってくよって言って一緒に入ったんですね。でミッチーナっていうカチン州の州都なんですが、入った時ですね、私飛行機から一番に降りて、地元の新聞の見出しがですね、武装勢力のリーダーミッチーナに到着って私が出てるんですね。でこれ武装勢力のリーダーたちと撮った写真ですね、はい。それから、これは去年の全土停戦に向けて、テンセン大統領とですね、全土停戦がほぼ成立すると。で特に国軍、軍がですね実権握ってますから、向こう側に移っているのは全て政府側の和平交渉団ですね。でこれはですね、私なんですが、安民大臣さっきコーヒー取っ替えた時のですね、の時に一緒に写った写真で、今履いてるズボンがその時のズボンなんですね。はい、それからですね、これこういうのは、あとはこれですね、ミャンマー政府側と覚書ですね、全て政府認可になった大逆転した時ですね、これがさっきの写真ですね。でこれはミャンマー平和センターって言ってですね、少数民族との和平交渉っていうのはこの場所でやってます。これは政府側の機関ですね。それから皆さんにぜひお見せしたいのは、次に遺骨ですね、こういうとこなんですね。こういうとこなんですね。ここで2700メートルぐらいあるんですね。ここは日本軍の陣地があったとこです。いつも雲の中で2700メートルです。ここ寒いんですよ。皆さんビルも暑いと思ってるでしょう。寒いんです。私正月もここいたんですね。0度でした。氷張るんですね。寒い思いするんです。これがインパールに続くですね、これあのマニプール川っていう川なんですが、ご覧のように山、また山なんですね。雨季になるとぬかるんで進めないんですね。でこの山肌とかこのぬかるみの中にいると下から昼が湧いてくるんですよ。もう通称昼リゾートって言うんですけどね。これチールにやられるんですね。これ私の足です。これが昼です。我が宿敵ですね。ですね。それから、これお正月に行ったんですね。今年の正月です。ジャンパー着てるんですよ。寒いんですよ。でこれあの今年昨日で帰ってきたんですが、帰ることが分かったんで、今年の正月私現地行ってですね、ご英霊の遺骨に、日本酒と、お餅と音をお供えしてですね、元取った杵塚でお経もあげれますんで、お経をあげてですね、今年は帰れますよって言ってですね、祝ったんですね。テリムっていうところですね。まあこれ頭蓋骨ですね。これは看護婦やってたおばあちゃん、こうやって遺骨が出てきてですね、こういうふうに、これタコツボ陣地って言うんですけど、こういう状態でこの中に身を隠して、ここでから顔を出して、まあ、戦うんですね。鉄砲を撃つんですね。これ出てきた遺骨ですね。これがタコツボ陣地、実際の、まあ、もうだいぶ土に埋まってますですけどね。ですね。それから、お見せしたいのが、老眼鏡持ってくればよかったんですけど、すみません。
ですね、これなんですね。これ、通報のりさんのふりかけなんですが、うちの工場に入れてましてですね、これミャンマーのふりかけなんですね。ミャンマーもふりかけあるんですよ、だから食べる習慣あるんですね。これふりかけ試食会とかやってるんですね、食べさせてどうですかと、まあ、いろんな日本のふりかけ食べさせてですね、品評会やって、これ通報のりさんのふりかけなんですが、これ国際ふりかけ協議会のマスコットなんですね。ふりかちゃんっていうらしいですね。ふりかちゃん今度タイとミャンマーでデビューしますので、くまモンに続いてですね、次はふりかちゃんかなという。でこれうちの手詰めやってる、うちの会社ですね。で、熊本から届いたふりかけを、手詰めしてるところですね。これ届いたふりかけです。と同時に国際ふりかけ協議会は各地で、支援としてですね、ふりかけの配給やってるんですね。で去年遺骨が出たインパールのあの辺で大洪水が起こってですね、ふりかけ国際熊本の国際ふりかけ協議会からぜひ、イモシさん代わりにうちのふりかけ届けてくださいと言われて、避難民の方々にふりかけを配給してきました。これ地元の行政長官ですね、でこれはうちで作ってる通報のりさんのサンプルですね、なんとですねパンにつけるふりかけができてるんですね。世界の主食って3つしかないじゃないですか。お米とパンと麺じゃないですか。で麺とご飯は大丈夫だったんですね。なんと世界初、通報のりさんがやってしまいました。パンにかけるふりかけなんですね、これで世界制覇ですね。これは麺にかけるふりかけですね。でこれうちの工場ですね。ランダムにちょっと出ます。これが、私が、遺骨収集、今回の遺骨収集直前にタイ側で完成したふりかけのボトルですね。その名も熊本ふりかけなんですね。でこれは別の味ですね。これはエビチリ味ですね。やっぱ辛いのが好きなんですね、でこれパックの方ですね。ちゃんとここにふりかちゃんも入ってるんですね。 IFA ってのは国際ふりかけ協議会ですね。で中に入ってる、中身は通報のりさんってですね、オール熊本なんですね、でこれは別の味ですね。でパックとボトルと両方で売っていこうってことで、こういった産業を、起こしてるんですね。その他は先ほど言いました、これ和紙ですね、はい、これもうちで作ってます。これは原材料である楮ですね。でこれで、パルプですね、これをすくと、これ原材料ですが、これでこうやってすくと和紙ができるんですね。これ和紙を作る攪拌機ですね。これうちの工場なんですね、でこれ製品で、これアメリカに出してるんですね。アメリカで石鹸の包装用紙に使ってもらってるんですね、今日はですね弊社の社長としてですね、どこか、うち弊社の和紙を使っていただけるところありましたら、ぜひうちから買ってください。よろしくお願いしますですね。他にこれも工場ですね。これが工場ですね、これが宮間中にあるんですね。これできた和紙ですね。これ釜ですね。これうちのサンプルなんです、まあこういったサンプルで、まあだいぶこう整ったかなっていうところまで来てますんで、ぜひよろしくお願いします。これが、噂のゼロファイターです、はい、昔、和平交渉に、現在は、会社の運搬車になってますが、合計で130万キロ走りました、僕一人で、6年で130万キロです。オーバーホールしたんでまだ現役です。今はタイ側に置いてます、はい、でチェンマイに外国人の訪問客来た時はうちの工場も寄ってですね、和紙の体験ですね、教室等もやってますね。これがうちで作った和紙ですね。こういった新産業、このほか綿花とかですね、そういったのをやって、まあ、現在に至っているところです、最後にですね、話自体は終わってますが、最後に、
私の活動の一部をですね映像にして見ていただきました、至らぬ話ではございましたが、本日はですね、私のお話を聞いていただきまして誠にありがとうございました。引き続き、遺骨をですね、あるいは産業交渉をですね、頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞ皆さん、応援をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。